皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。さまざまな契約書には約款とか定款といったその契約の細かい条件を記したものがついてきます。それを読んだことのある人がどれぐらいいるでしょうか。私はほとんど 100% 読んだことがありません。今のところそれを読まなかったことで何か問題が起こったことはないのですけれども、細かすぎて読む気になれないわけです。今日は10月9日、聖書箇所はエゼキエル書17章11節から24節。タイトルはたとえ損をしても契約を守りましょう。神様との契約に問題が生じたらどうすればよいでしょうか。今日も御言葉から学んでまいりましょう。エゼキエル書17章11節から24節。次のような主の言葉が私にあった。さあ、反逆の家に言え。これらがどういうことなのか、あなた方は知らないのか。いえ、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。バビロンの王はこの国の主だった者たちも連れ去っていた。それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるためであった。ところが彼はバビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか。私は生きている。神である主の御告げ、彼は自分を王位につけた王の住むところ、彼が誓いを下げすみ契約を破ったその相手の王の住むところ、バビロンで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうと、彼が塁を築き塹壕を掘っても、パロは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない。彼は誓いを下げすみ契約を破った。彼は誓っていながら、しかもこれらすべてのことをしたから、決して罰を免れない。それゆえ、神である主はこうおせられる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い。彼が破った私の契約。これを必ず彼の頭上に果たそう。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、私に逆らった不審の罪についてそこで彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時あなた方は主である私が語ったことを知ろう。神である主はこうおせられる。私は高い杉の梢を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び見事な杉の木となり、
その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の影に宿る。この時、野のすべての木は、主である私が、高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。日本の文化には、契約というものが、もともとあまり馴染まない文化であったのだと、そう思うことがあります。阿吽の呼吸、目で語る、義理と人情、紙に書かれている文章よりも肌で感じること、お互いの間の空気感、要するに信頼関係という関係が先に立っていて、書面上の契約関係よりもその方が優先されているのです。すると、何かお互いの間で些細なことから問題が生じると、あの時こう言った、言わなかった、あの時に聞いた、聞いていないというようなことに発展していきます。阪神淡路大震災以降、家の地震保険が見直されるようになりました。多くの人が契約するようになりました。あるいは水害が増えてきて、洪水の保障についても考えるようになってきました。カラフルな絵とか図とかで簡単に説明してくれる保険の書面を見せられて、このような時にこのような保障がされますと説明を受けて契約をします。そしてそこには小さな字でぎっしり書いてある定款がついてきます。ほとんどの人はそれを読みません。いざ地震や洪水が起こって自分の家が被災したとします。保険会社に連絡をすると、あなたの家のケースはこの保険では保証できません、そんな答えが返ってきて驚かされるのです。それは定款に細かい条件が記されていて、同じ地震や洪水でも今回の場合は保証できない場合に当たりますと言われるようなことが起こるのです。あの時保証があると言ったではないですか、では残念ながら通用しないのです。それが契約です。私たちの主はいつも私たちと約束を交わされます。それを守るか守らないかで神様の対応は変わってきます。聖書自体が契約の書物、古い契約と新しい契約で成り立っていることからもよくわかります。旧約聖書においては事細かに契約の内容が書かれていることが多いわけですが、新約聖書になると神を愛し人を愛すると、この2つに全ての契約をまとめられました。さて、エゼキエルの預言は昨日と同様に、ユダ王国のヒゼキヤ王がバビロン帝国からエジプトへ鞍替えするような行動を取ったということに対する神様の裁きについてです。ユダ王国は神様の約束についてどのように考えていたのでしょうか。明らかにそれを軽んじる行動に出てしまったのです。契約に従っていればバビロンの下で身の保証を得ることができていたにもかかわらず、今はエジプトの方が強そうだと言って寝返ったのです。神様は契約を軽んじたことに怒られました。契約を破ったことに対して裁かれます。ユダはそういう意味では契約のことの重大さを十分に理解してはいなかったのでしょう。私たちもまさに契約という概念の薄い文化に育ってきました。保険の契約
ローンの契約、住宅の契約など現実にはたくさんの契約があるにもかかわらず、その契約の内容と重大さをどのぐらい実感しているでしょうか。そのような姿勢が神様との間でも私たち自身を甘やかしているのではないでしょうか。神様は愛の神様だから何でも許してくれる。そうです。しかし神様は義の神様です。罪に報い裁かれる神様です。愛の神様は私たちを愛してくださる神様だということですが、神を愛する愛を求めておられる愛の神様でもあるのです。そして神を愛することが契約として交わされているのです。私たちはこれを軽んじて簡単に破ってしまってはいないでしょうか。神を愛するという契約の重大さを本当に理解しているでしょうか。細かい約款などはありません。神はキリストを十字架につけ、罪の贖いの代価として支払ってくださいました。この神の愛をもって永遠の命を約束してくださいました。これを信じて愛の神を愛することが私たちの約束です。こんな単純にしてくださったのです。しかしこの約束は重大です。なぜなら私たちの永遠の命と御子イエス様の命とがかかっている約束だからです。今日もこの契約のもとに神を愛し続ける者として歩めますように。裁きの宣告を受けたユダ王国ですが、こんな神の民にも神様は救いの道を残していてくださいました。若枝が摘み取られ、それをよく日の当たる山の上に植え替えて実を実らせ、鳥が巣を作るほどの木に成長させてくださいます。滅ぼされるユダの中からわずかなものが残されて、再びエルサレムへと帰ってくる。そしてそこからイスラエルの救いがあるということを再び約束してくださっているのです。いや、これはアブラハムからの永遠の約束なのではないでしょうか。だからこそ今もなお私たちが永遠の救いをいただけていることに感謝できるのではないでしょうか。お祈りしましょう。主よ、あなたは約束を守られ果たされるお方です。私たちがその約束を軽んじないがしろにしてあなたを悲しませてきたことをお許しください。そしてあなたが求めておられるようにあなたを愛することをもっともっと表していけますように。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。